のプロレスファンの皆様、ご機嫌いかがでしょうか。7週間にわたって放送してまいりました94サマーアクションシリーズ、文字通り熱き戦いが展開されておりましたが、今日はその中から放送できなかった名勝負の一つ、ファン垂涎のあの清水で行われた世界タッグ選手権試合の模様を遅ればせながらお送りいたします。どうぞお楽しみください。刻むことができるでしょうか。牽制し合います。三沢とウィリアムスです。場内に張り詰める空気、組み合いました。まずエルボーです。エルボーで応酬、スティーブ・ウィリアムス、エルボーの打ち合いになった。前に出た三沢、さあロープに振ってドロップキック。まず先制パンチは五冠王三沢光晴であります。そして今度はジャンピングキック、スピンキック、これを受け止めた、ねじ伏せます。スティーブ・ウィリアムス一進一退、パワーは五分と五分です。エルボースピンのエルボー、これは完全に防いでいる、ラリアットを防いでいる三沢。一進一退、小橋も出てきた、エースも出てきた。4人がリングの上に登ります。その馬場さんが鍵を握るのではないかというエース出てまいりました。そして赤コーナーからは小橋です。エースと小橋の激突、体当たり、ゴブとゴブです。さあ小橋が走った、エースが受ける、ハイキック、もう一度小橋、はい、ショルダー、こちらもゴブとゴブ、引き分け、逆水平、力がみなぎります。小橋健太、エースを振って逆水平、エースも負けてはいません、ドロップキックです。馬場さんのおっしゃる通り、エースも乗っています。そして三沢、ウィリアムスが出てきました。先陣を切ったウィリアムス、三沢の時にも同じような場面がありました。コーナーパッドに打ち付けられたが、お、エミスラ浮かべております。なんという男でしょうか、殺人医師スティーブ・ウィリアムス。挑戦者としてこれほど恐ろしい男はおりません。お、小橋も負けてはおりません。この表情です、この気迫。どちらが最終武道館大会に弾みをつけて臨むことができるんでしょうか。三沢がさあ場外に落とされました。エースが待ち受けます。あ、ウィリアムスに振るぞ、ラリアット、首が折れたか。三沢大の字であります。自らの闘志を、傑作を揺らすことによって鼓舞いたします。スティーブ・ウィリアムス、シングルプレイヤーとしての実力のほどを遺憾なく知らしめたスティーブ・ウィリアムス、今度はラリアットです。馬場さん、それも夏の、去年の夏ボディの欠場を受けてから急成長しましたね、ウィリアムスは。まあそうですけども、まあ、今年のチャンピオンカーニバルでね、自分が決勝戦に行くという、はい、そのプライドといいますかね、その経験がね、はい、もう本当にウィリアムスをすごく強くしましたね。チャンピオンカーニバルは川田と争って準優勝。危ない危ない危ない、もう危ない。エースウィリアムスのコンビネーションの前に三沢、危うくスリーカウント。7年でこのメインイベントへの成長、速射砲3倍速の水平トップです。そして今度は、お、エースの動きも読んでいます。ロープに飛んで、あ、危ない、パワースラムに捉えられた。これがあるからわからない、スティーブ・ウィリアムス、カウント2。さあ大技を出してくるか、エース。ここが欲求不満、接触の話のところ、あーと、カウンター。そしてウィリアムスを止めているのは三沢ですが、三沢も逆にタックルで返されている。さあしかしリング上、試合の権利があるのは小橋、手下げるトップからローリングしてチョップ、さらにボディジャブ、ここで小橋喜ぶ、力こぶを握った、また向井千秋に捧ぐムーンサルトプレス。さあそして今度は小橋、あ、これはチャンピオンチーム集中力を見せる、あー、しかしエースだ、エースタックに入る、小橋ラリアット、あ、これは流れが変わりそう。そしてタイガードライバーの体勢、三沢、五冠王のタイガードライバー、思い知れ、
さあ抑えた抑えた、もう三沢まず日本のベルトを守りました。コーナーからのダイビングネックブリーカードロップ、見事に三沢がエースからスリーカウント奪って V2 達成であります。おめでとう小橋三沢。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。